我が輩は高貴な狐、すごくて賢い、その上に優雅でとっても素敵な領民たちの憧れの的、後世に名を残すこと間違いなしの偉大な宇宙短大最上義明である。これはそんな最上義明による波乱に飛ぶ物語である。舞い上がれ我が輩、天下への秘策。今宵のご飯はランラランラン、ニートを丸ごと、ふんふんふん。あの奥方殿を人質にして前田を東軍に組み入れる。それを手柄に我が輩は家康君に一目置かれ、奥州を頂戴する。さすが我が輩、見事で素晴らしい策。この我が輩がここまで頼んだというのに、もう我慢の限界だ。入りよ我が輩の超踊り竜角あり555、松殿を捕らえるのだ。出てくる場所が違うではないか。ゴー！我が輩は今天空を駆け抜けている。前田家を仲間入りさせたすんごい功績、これをいち早く家康君に伝えるため、我が輩の誇る超ド流螺旋発射台により、ああ落ちる、うわあ枝が、いけててててて。我が輩は家康君も絶賛すること間違いなしの最上義明である。これもそんな最上義明による波乱に飛ぶ物語である。あまかける我が輩、家康君への吉報。むむむむむむむ、こうなったら最終手段だ。家康、いつなりへ我が輩。最上義明はまたも日の本上空を飛行していた。宿命の対決を続ける家康三成に全く相手にされなかった最上、誘拐した前田松にも知らずのうちに逃げられた最上、そんな最上義明の波乱に飛ぶ物語は続くのである。無くなる我が輩、新たなる秘書。
ここはどこ？我が輩は誰？ザビー教教義第231節。素敵天使を語る者には厳しく。232節。欧州短大にはすごく厳しく。233節。最上義明には最上級のお仕置きを。ザビー様を愚弄する下崎さんずんの大嘘つき。お仕置きです。どこへでも飛んでいきなさい。 3,2,1 ザビーファイヤー。あーうーあーゴーあーあの超真空流星はやぶさ号戻ろう我が輩たちの素敵な国へ。